名古屋市千種区の東名古屋画像診断クリニック。ここでは全国の病院に先駆け最先端の検査システムを導入するなどして精度の高い眼検診を行っています。この日眼検診に訪れた男性は本当春にやってたんですけども、やっぱりがん去年ですかね、去年の時にコロナの第1波2波ですかね、ちょっとやっぱり遠慮しましたね。実はこのように去年は新型コロナの影響で眼検診を控える人が増えたといいます。第1波の一番落ち込んだ時はもう半分ぐらいになりましたね。だいたい1200人ぐらい毎年やってたんですけど、その年は1000人ぐらいになりましたかね。去年は全国的に眼検診を受ける人が減ったとみられていて、その影響か国立がん研究センターの発表では、去年全国で新たにがんと診断された人はその前の年より一気に6万人も減ったのです。2007年に集計をスタートして以来初めて前の年を下回る数字だということで、この現象はつまり見つかっていないがんが増えたことを表し、今隠れがん患者が例年より多くいると考えた方がいいのです。特に胃がんの減少率が最も高く、男性で 11.3%、 女性で 12.5% です。年に1回というのはやっぱがん検診の基本だと思ってるんです。それがまあ2年に1回とか3年に1回になるとタイミングが遅れたりして、その間に進行しちゃって見つかるっていう方が増えるんじゃないかなと。症状のないうちに見つけるっていうのは基本で、今やがんは早期に発見できれば治癒する可能性が高い病気と言われる時代。しかし病状が進行した状態で見つかると手遅れになる可能性が高くなる病気。こちらのクリニックでは今後がんを発症する人が増えることも懸念されるため、新型コロナの感染状況を見ながら定期的にがん検診を受けてほしいと呼びかけています。